では今井選手です。どうでしょう、ちょっと悔しい思いもありますか？そうですね、せっかくジャンプは綺麗に決まったんですけれど、まさかステップで失敗するなんて思ってなくて、ちょっとびっくりしてます。あのシーンは自分ではどんな感じだったんですか？全く問題がなかったんですけれど、でもループのターンが終わった瞬間になんかガッて氷に引っかかって、それでそのまま足を取られてしまってストンって行ってしまいました。でもアメリカではね、失敗もあったジャンプもしっかり決まりました。その辺はどうですか？もちろん緊張もしてたんですけれど、でも自分自身落ち着いて、あと、まあ、こんだけやってきたから大丈夫って自分で信じて飛びました。すごくこう緊張感もあったかなと思ったんですけど、その辺はどうでしょう？そうですね、やっぱりアップの時とか6分練習の時とかも結構緊張してて、ああ大丈夫かなって思ってたんですけれど、でも滑る直前によし大丈夫って思って覚悟を決めてやりました。フリーに向けて一言お願いします。調子が悪いわけではないですし、むしろいいので、フリーでもジャンプも落ち着いて今日みたいに綺麗に決めて、あと、まあ、ステップとか他のスピンとかもそうやって気をつけて丁寧に自分のベストを尽くせるように頑張りたいです。ありがとうございました。